こんにちは、おしりみょうじです。マークです。今回もセイフットボールに潜入したアプリバイやっていこうと思うんですが、なんと今週エピックビッグタイムミラン来てるんですけど、激アチ。これまずライカルトなんと35レベルまで上がりますね。熱いね、これは。もうおもちゃ TV は DMF でライカルトをね、ずっと使ってるんで、ライカルトの使用感だったらお任せって言った感じでね。二人目、マルコバンバ戦、なんとレベルが25。もうちょい、あと一声欲しかったね。30、35ぐらい欲しかったね。25って言うとちょっと微妙かな。そしてルートフリット。まあ、イフットボールになってからめっきり見なくなったけど、レベルが33ということで、まあ、フリットはもう割かし育つんですが、激アチーなね、あのエピックビッグタイム来てるけど、今回はこちらですよね。POTW の、シュガー EP、こちらの当てたいランキングね、今回もやっていければなと思うんですが、まず行きましょう。第5位こちら、相馬勇樹ですね。おい、来たね。フリーキック決めてたよね、相馬ね。両サイドできる選手になってるんですけど、ドリブルボールキープが本当に高いですよね。で、やっぱフライパスも高くて、決定力と、まあ、オフェンスセンスも最低限あると。で、これでね、相馬ピンポイントクロスとスパサブ持ってるんで。スパサブ持ってのでかいね。そう、スパサブで能力上がるし、で、やっぱりピンポイントクロスでフライパスも80あるっていうのはかなりいいところで、相馬くんっていうとね、スピード瞬発、ここがしっかり共に80があるんで、で、ボディコンも83なんですよ。え、これライバップで A だったらさ、普通にあの右ミッドとか左ミッドとかさ、ウィングとかで使ってこう全然ありだと思うんですよ。スパサブがなければちょっときついんですけど、そうだね、スパサブもあるんで、はい、それ込みで結構いいかなって感じですね。はい、そして第4位こちら、ラウタロ・マルティネスですね。まあ、ラウタロも結構登場してるんですけど、習慣は結構まんべんなく振られていて、直近できてる習慣のラウタロと見たときに、こっちのラウタロ・マルティネスね、瞬発力高かったですね。どっかがちょっと負けてるみたいな、ほぼ変わんないんですよね。ただまあ個人的に瞬発が上がったラウタロっていうのは、まあ結構強いんじゃないかな。A だったら結構使っていくのはありかなって感じはしますね。はい、そして第3位こちら、マルコス・アクーニャですね。まあ限定的になっちゃうかなと思います。ほんとそれこそ3バックの左ミッドだとかなりいいなって個人的には思いますね、うん、クローサーでアクーニャオフェンス81あって、決定力69なんだけど、ボールコントロールからボールキープまで高くて、フライパスがなんと87あるんですよね。ワンパーワンシュー持ってるんですよ。でなんとピンポイントクロス持ってるということで、まあ、クローサーで、フライパス87ということで、うん、結構えぐいクロス上げていくことができるね。でしっかりやっぱりボール運べるっていうのもでかいね。ディフェンスセンスからアグレッシブさも高いんですよね。これ臭いのがカーブですね。これカーブが89あって、フライパスが87あって、ピンポイントクロスなんで、多分ね結構えぐいインパクトクロス放っていけるんじゃないかなということで、本当クロス上げる人からすればめちゃくちゃ当たりになってくるかな。でスピード瞬発もともに80のキック力も85あったりとか、でボディコン87がめちゃくちゃいいっすね。縦行った時に結構多分スルスルと抜けて、スタミナも80なんて逆足の精度も高い高いでね、チェイシングとか持ってたり、闘争心とかね、ワンパワンシューミドルとか持ってるんで、今週ちょっと3バックの人、いや強いよこれ本当に。この選手というかドアタリちょっと限られちゃうのが難点かな。うん、早くポジション適正配ってくれ。そしたら ねもうできるんで、真ん中とかもいつ配るんだって話なんだけど。そして第2位こちら、ベラルディですね。ベラルディは指名契約の方でもね、ベラルディって今獲得できるんですけど、指名契約の方はウィングストライカーなんですよね。で今回やっぱ2列目からの飛び出しということで、まずここがねめちゃくちゃ嬉しいよね。でベラルディ能力高いっすね。やっぱオフェンスセンスから決定力も全て80台で、うん、グランダーパスも85あって、これでしっかりですね、あのスルーパス出せるんですよね。でワンパワンシューも持ってるんですよ。だからここら辺めっちゃありがたくて、まあ、これでダブルタッチ欲しかったなと思うんですけど、ただ確定でルーレット出せたり、根幹ミドルシュート持ってたりっていうのがあるんで、しかもピンポイントクロスあるんで、前目のスキルはもうほんと優秀かなっていうふうに思います。ヘッダーも持ってますね。そうだから普通に使いやすい選手かなっていうふうに思います。でこれでしっかりスピード瞬発も82-84あって、ボディコンがね85あって欲しかったな個人的に。ただまあ上の数値とスピード瞬発はこれだけ高いんで、最低限ボディコンも80あるんで、まあやっぱりそれなりにやれるかなって。あとはやっぱり2列目からの飛び出しっていうのは結構希少性高くなってくると思うんで、まあこの選手は普通に当たりかなって、まあ今週使っていけるんじゃないかなって感じはします。今週十分活躍しそうですね。はい、そして第1位こちらサウールですね。久々に登場しましたね、サウール。ボックスとボックスは2列目からの飛び出しになってますね。今回初登場なんですよ。ほんとパックとかも来てないし、今回ほんと初めての登場なんですけど、なんと
サブ、スーパーサブ選手です、ね、おー素晴らしい。ここがまずめちゃくちゃいいところで、ワンパスルバ持ってて守備系のインターセプトとかスライディングタックルとか持ちつつ、しっかりダブルルーレットとか持ってるんで、攻守の能力が、まあ、優秀なのはもちろんなんだけど、攻守のスキルもねついてるということ、足元もあるしオフェンスセンス決定力もそれなりに高い。あ素晴らしいですね。でグランダーパスとかも75以上超えてきて、80とかあればさらに良かったけど、ただやっぱここだよね、ディフェンスセンスから守備意識まで見てほしいんですけど、かなり守備の部分でも貢献してくれるかなっていう。でスピード瞬発も79、74で、まあ、フィジカルコンタクトとかもっとあってほしいなと思うんですけど、ただこれ考えてほしいのはスーパーサブなんで、こっから能力上がってくるんで、で考えればこの全部の70代の数値っていうのは結構79とかが多いんで、80とかになってくるんですよ、こうフライパスの数値とかも。っていう意味でね、やっぱりねサウールはまあスーパーサブついたっていう希少性もあるけど、まあ、普通に能力スキル見ても今の環境でやれるが、なんか前回のトニクロワークじゃないけど、まあそうだね、似てるよね。中盤のそのスーパーサブの選手って結構貴重なんで、そういないですよね。だからまあサウールもスーパーサブでついてるんで、はい、後半からね CMF とかで使えるスーパーサブ要員としてはかなり重宝するんじゃないかなっていう、はい、外れた選手で言うと、まずカスパーシュマイケル、これね189センチの攻撃 GK で GK センスから結構高くて、今週当たったら普通に多分使っていってもいいと思う。キーパーがいないっていう人は全然使っていってもいいかなと思う。エリック・ガルシアね、惜しいね、前目の数値すごい高いんですよね。で守備がね、このディフェンスセンスが90とかあってくれたらね、ボール出しが82がめっちゃ気になるね、うん、これがボール出しが逆に95とかあってディフェンスセンス86とかだったらまだいいんだけど、ちょっとこの82は気になってくるかなっていう、まあ、やっぱりもう一個欲しい。これね、サイドバック能力だね。はい。そして序盤に締めをね、もう一歩足りないかなっていう。今のフォワード環境だと、もう少し全体的にスピードとかもやっぱ欲しいし、フィジカルとかもうちょっと欲しいね。なんかどっか突出してればいいんだけど、なんかまんべんなく、まあ、平均的な選手なのかなっていうので。まあ厳しいかな今の。でエネル・バレンシアですね、この選手も指名契約で来てたんですけど、とにかくボールコントロールとボールキープ60代基地、やっぱり70ないと。でこれスーパーサブなんですよ、この選手もね、うん、スーパーサブ祭りでフォワードがね、この69とかだったらダブルタッチとか欲しいし、ワンパとか欲しいんですよね。やっぱボール持てないと思うんですよ、このボールキープとボールコントロールこれだけ低いと。か何か逃げれるものが欲しいんだけどないっていうのと、やっぱり多分使いづらいかな。で決定力とオフェンスセンスは81-80なんで、まあ、これで多分90あっても結構厳しいと思うんですけど、リブネレンス、これ惜しかったっすね。守備的の右サイドバックで結構前目の能力とか高くて、ディフェンスセンスとかもまあ一定数あってみたいな感じで、スピード瞬発も結構良かったりするんですけど、ただフィジカルコンタクトとかがやっぱ低すぎる。70であのヘディング数値69の守備的サイドバックは正直いらん。クロスやられちゃうような、ね、守備的サイドバックって、守備的な選手でパバールとかさ、富安とかってやっぱしっかり空中戦も強いんですけど、空中戦弱い。じゃあ前目の能力が高いかっていうと、前目はそんな高くないっていうのなんで、これ、まあ、そこそこは高いけど、ね、中途半端になっちゃったね。持ち物めっちゃいいんだけどね、ブロッカーインターセプトとかね。でまあ、 あのイグナシオ・フェルナンデス、まあ、この選手も惜しかったかな。オフェンスセンスとか決定力までは結構いいんですよね、上の数字。あ、これ結構いいなって思うかもしれないですけど、ここがちょっと低すぎるかな。スピードとか瞬発でボディコンがちょっと低すぎるんで、これはやっぱりだ、ボディコンちょっとせめて80とか惜しかったな。さあということでいきましょい。まあサウール、ソーマ、アクーニャ、まあこの辺、ベラルディもいい。最近は3バックとかもね、あの動画で紹介したりとかして使ってるから、まあ左ミッドでね、ほんとアクーニャとか、まあソーマとかディーベルプレット、イグナシオ・フェルナンデス、まあ能力値見た限りで、まあ全然悪くはないんだよね。だから円だったらワンチャンあるかもしれないんだけど、まあ、ただ初心者の人とか始めたての人がっていう感じだよね。頭通常使うだろうな、それでも。もっといい通常選手いるからな、やっぱり。さあ、イタリア？どこ？え、ラウタロ？ラウタロ！ラウタロはねー、どうなのっていうところやね。この手のタイプだとね。でも、オシムヘンが強かったからな。あるんだよな、ラウタロ強い可能性が。オシムマジ強かったもん、やっぱ使ってみて。またライブアップでいいと思うんだけどね、点決めてたから。さあ、相馬くんかアクーニャが欲しいです。クロス要因ね。普通に。てか普通にアクーニャが欲しいな。サウルでもいいけど。あ、え、オランダ、うわ、あれやん。てか、ディフネレンスでしょ、これ。4-4。あかんて、この引きは。これは引きも渋いぞ。何これ。まあ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 。ディフネレンスはちょっと守備、今のね、ガバイばあちゃん環境だと、ちょっとガバくなってきたんだよね。まあ、ガバくなって